思ったんですけど、まあ夜じゃなかったからかな。うん。吉田さん。いえ。これを見てほしいんだ。知らんね。そうか。わからんか。あとは？そのやったら知ってるんちゃうかな。一回花火を打ち上げて、それを夜を明るくするんやで。花火はまだか、花火はまだかって、だだこねてはったよ。おうおう、吉田、調子はどうだ。俺っち最近胸がドキドキ、心臓がチクチク。ちょっとやばいもの食って病気にかかっとるんよ。そりゃあんさん恋の病ですわ。アホ抜かせ、俺っち後半の寄捨て人だぜ。硬いな硬いな。そんな風に生きとったら一発男をあげる前に干からびます。しょんぼり。ガセさん、来いか。ろくな音がいいねー。ちょっと、この方に何しに来たんだ。そうかー。お相手は、やっぱり あれですかね。フローラさんですかね。ワンダさんは、ないよね。違うよね。どこ行く？あと女の子キャラはクリスとかかな？でもクリスとかは出会ってないだろうしな。わかんないけどさ。ヨガシ、アミ、アマンドゥイ、マティファシャ、パーチ、マンラ、ジギ、なんで話しかけたの？じゃあ、ひらしゃねー。パトグルテシェ、パーチ。で、鳥の人のところに行こう。そう、この人この花歌ってるんですね。なんか、コメント見て気づきました。せっかくなんで歌わせてあげよう。よいしょ。これだね。よいしょ。おー、歌ってる。あれ？歌ってるよね。大丈夫だよね。よし。じゃあ、今回はちょっとこれ、全部当たるまでやり続けます。はい。かける。あ、間違えた。黄色。お願いします。はーい。で、じゃあ、またこの間に、質問に答えようかな。よし、雷苦手。雷はそう、お、黄色来たよ。やったね。イェーイ。俺の勝ちだ。黄色。芸術と解放を運ぶ鳥。ダイヤの髪も黄色だ。ダイヤってあれだよね。アメリカンハウスの女の子だよね。なんでダイヤのを知っているんだ、君は。個性的なあの子は将来アーティストになるだろう。そう、父親のように。こう、なんだ、あの家族のことを知っているのか。どういうことだ。かける。この人は何者なんだ一体。
で質問。そうそう。雷は苦手。雷は、そうですね、あんまり得意じゃないですかね。まあ、遠くでゴロゴロしてる分には、あ、切るか。だね。は、まあ、平気なんですけど、やっぱ近いのはちょっと怖いですね。うん、音も、大きいですし、あんまり得意じゃないかな。でも、花火と太鼓に比べれば、まだ平気かな。よっぽど近くじゃない限り。うん。雷はね、一回、実家にいるときに、近くに雷が落ちて、で、テレビ2台と、あ、青か。これが最後になりそうだな。で、近くに落ちて、で、テレビ2台と、インターネットのモデムかなが、ダメになったことがあって、まあ、うん。で、ちょうどね、近くに落ちた時に、私、テレビを見てまして、青か。へぇ。はーい。あと今日終わりかな？だよね。よいしょ。で、テレビを見てたんですけど、そう、落ちた瞬間にね、パチッ